ホークスのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはベイスター小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代、立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか？とりあえず打ちました、痛烈、入れました、ファールボールです。いやー、角度のあるクロスファイヤーいいですね。はい、低めにストレートが決まっています。ノーボールツーストライク、引っ張った、サード取った、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている岡本。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上大野、そしてキャッチャーはマルティネス。このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか。低めボール、ボール先行です。低めの変化球は決まりません。ストライクが入りません。ここは1球見ました。打ちました、ファーストが取る、アウト、ツーアウト。3番バッターグラシアル、ツーアウト、ランナーありません。初球打ち、センターへ打球伸びる、辰巳が掴んでスリーアウトです。さあ、これからホークスが守備につきます。そしてバッターは辰巳、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。インコース詰まりました、取ってワンアウトです。バッターは2番に入っている福田。吉典、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。さあ、2球目は何か。2球目打ちました、サードが取る、ツーアウトになりました。バッターボックスは3番中村、ツーアウト、ランナーありません。この回のベイスターズ、インコース詰まりました、吉典抑えてスリーアウト、チェンジです。2回表に入ります。ホークスの攻撃、バッターは DH 松井。ベイスターズ得点に動きはありません。インサイド落ちました、この打球は落ちそうだ、ワンバウンドヒット。バッターボックスには5番鈴木、ヒットでランナーを一塁に置いています。まずはインコース、できれば低めを打たせてゴロにしたいですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。左中間へ、ここはフライになっています。センターフライ掴んでアウト、ワンアウト、ランナー一塁となりました。バッターボックス丸、ワンアウトになっています。内から入りました、できればゴロを打たせたいんで低めを攻めたいですね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。さあ、外してくるのか。スライディングキャッチ、インサイド見送っています。バッター有利なカウントになりました。スライダーできました、これが4球目。ストライクを取って、これで追い込んだ。最後まで甘くならないようにきっちり投げたいですよ。はい、そうですよね。外の球打った、サードが抑えた、一塁アウト、これで3アウト。2回の裏、さあ、ベイスターズ、この回は4番から始まります。山川が打席に入ります。インサイド打った、一塁送球、一塁アウト。バッターボックスには指名打者の村上。吉典、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました、しっかり捉えた、ファーストライナー掴んでアウト。バッターは6番ソト、ツーアウトになっています。この回のベイスターズ打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。まあ、簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。大きく外れました。さあ、勝負してくるのか。変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。3回の表、ホークスの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは源田。ベイスターズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。
ベイスターズピッチャーが変わります。一打先制の三塁方向、おっと送球がそれた。さあそしてバッターボックスには甲斐が入っています。さあワンアウトになりましたが、なおもピンチの場面。バッターボックスには代打のバレンティン。大歓声を背に打席に立ちます。さあ西さん、ここは期待に応えたいですね。ここで1点がね、入るか入らないかというのはね、大きな意味がありますからね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。センターへ、さあサードランナーはどうする。取りました。サードランナーがホームに。改めてお聞きします、バッターの外崎、どういうバッターなんでしょうか。いや、いいバッター。打ちのボール打った、このフライはヒットになりそうだ。落ちた、ヒットになる。セカンドランナーホームに。まず何を投げてくるか。ストレート打っていった、ボール際切れました。入っていれば貴重な追加点というところでした。切りました、ファウルボール。いい当たり、掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで、はい、ここでホークス守備を変えてきました。 DeNA ベイスターズ最後の攻撃になります。バッターは坂本。ベイスターズビハインドで迎える最終回です。さあここでベイスターズダイソーを送ります。ファーストランナーは森。初球は打ち、膝下厳しいボールですね。まあ、次は外というパターンもありますか。打ちのボール打った、ここは打ち上げ。セカンドランナータッチアップ。ワンアウトランナー三塁一塁となりました。さあそして打席には青木が入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスの、バッターボックスには代打の宮崎。ワンアウトランナー一塁三塁です。初球打っていった、取ってアウト。ツーアウトランナー三塁一塁となりました。さあそしてバッターボックスにはマルティネスが入っています。さあツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。もうここは何が何でも点を取っていくしかありませんから、食らいついていってほしいですね。なるほど、そうですよね。ああよく見ましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。ファウルです。これでフルカウント。そうですね、バッターをね意識しすぎた。一塁はセーフ。もう一球牽制球、タッチもセーフ。三塁牽制、三塁タッチもセーフ。ライトへ、この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになった。ベイスターズ1点返しました。2対1。バッターボックスには代打のグラシアル。ベイスターズ点差を縮めてきました。西さん、先ほどはいい形で打線がつながりましたね。こういう展開になってくるとね、勢いが出ますからね。まずは追いついてもらいたいですよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。うちのボール打っていった、ここはフライになっています。最後は内野フライ掴んでアウト。これで3アウト、試合終了。惜しくもあと一歩及びませんでした。